最近流行りの言葉で3密というのはございますけども、3密を避けた場合にコロナにかかるリスクはかなり少なくなります。すなわち広い野外を歩くことはリスクは低いというふうに考えられております。散歩を控えるなどの運動習慣を変えてしまう方がよろしくないというふうに私は思いますので、続けることをお勧めしたいと思います。